E amici di YouTube, bentornati qui con un nuovo episodio di Dragon Ball Raging Blast. Siamo sempre nel Raging Blast number 1, siamo alla saga degli Androidi. Finalmente fa la sua comparsa Cell in questo nuovo video, in questo nuovo episodio. Vi ricordo come sempre che ogni video conterrà 2 episodi, quello lì, e niente, buona visione, ci sentiamo per i saluti e i commenti finali, a dopo!現れたな、化け物め。次は貴様が私の食事になるのだ、ピッコロ大魔王。なぜ俺の名を知っている？何者だ貴様？俺はお前の兄弟だ。貴様の正体は何だ？話すんだ、詳しくな。その必要はない。お前はすぐに私の食事になるからだ。そういうことなら何も聞かずに貴様の息の根を止めてやろう。貴様はどういうわけだ？ピッコロを知っているようだ。だが残念だったな、人違いだ。何？貴様はピッコロ大魔王ではないというのか？そういうことだ。とどめだ！おめえほめえ魔漢光殺法！魔漢光殺法！魔漢光殺法！貴様が町の住民を全て消してしまったのは俺には好都合だった。それはどういうことだ？思いっきりやれるからさ。これでとどめだ。そうか、ピッコロと神が合体したのがお前なんだな。そういうことだ。今頃分かってた。どうした？もう終わりか？これでとどめだ。貴様をタイムマシンでこの時代に送り込んだのは誰だ？送り込んだのは私自身だ。それにしても貴様がタイムマシンのことまで知っていたとは驚きだぞ。おめえはこれでとどめだ。どうした？もう終わりか？一泊なかなかやるではないか。いくら私がまだ完全体ではないと言っても、完全体になりさえすれば。現れたな、次は貴様。なぜ俺は貴様の正体は何だ？話すんだ、詳しくな。その必要はない。お前はすぐに私の食事になるから。そういうことなら何も聞かずに貴様の息の根を止めてやろう。マカンコサップ！これでとどめだ！待たせたな。マカンコサップ！驚いた。こいつは想像以上だ。これでとどめだ！これでとどめだ！魔漢光殺法！貴様はどういうわけだ。ピッコロを知っているようだな。だが残念だったな、人違いだ。貴様はピッコロ大魔王ではないというのか。そういうことだ。マカンコシャップハメハメ終わりだ。これでとどめだ。ふどけちはめはめこれでとどめだ。はめはめ貴様が町の住民を全て消してしまったのは俺にそれを思う。これでとどめだ。そうか、ピッコロと神が合体したのはお前なんだな。そういうことだ。今頃分かったか。マカンコサップも強くなりすぎてしまっている。貴様をタイムマシンでこの時代に送り込んだのは誰だ。送り込んだのは私自身だ。それにしても貴様がタイムマシンのことまで知っていたとは驚きだぜ。なかなかやるではないか。いくら私がまだ完全体ではないと言ってもいい。どうやら優劣が逆転してしまったようだな。喜べ、お前ほどの生体エキスを吸収すれば私はかなり完全体へと近づくことができるぞ。貴様は何者なのだ。どうせ死ぬんだ、教えてやろう。私の名はセル、人造人間だ。貴様がわざわざ未来から来た理由は何だ。私が完全体になるにはドクターゲロの作り出した人造人間17号と18号を合体させる必要がある。ところが私のいた未来にはあのトランクスとかいうやつに倒されて17号と18号はいなかった。しかし、運よくトランクスはタイムマシンを持っていたのだ。逆に驚きだ。ホミホミ。どうやら貴様の思惑が外れたようだな。強くなりすぎてしまっている。誤算だったな。誤算だったな。エネルギーをもらったぞ。ホミホミホー全力でいくぞ。ホミホミフィニッシュバスタージェンホミホーバカとは逆に驚きだ。私はトランクスを殺し、17号と18号を求めてタイムマシンでこの時代へやってきた。コンピューターはこうも言っていたぞ。完全体になれば想像を絶するような恐ろしい力を手中にできると。E amici di YouTube, si conclude qui anche questo video con 2 episodi, mi pare di aver registrato 2 episodi e vi do appuntamento ai prossimi episodi di Dragon Ball Racing Blast No. 1, sempre qui alla saga degli Androidi. E niente, un saluto a tutti quanti voi, un ciao e un arrivederci. Amici di YouTube, se volete supportare il mio canale con delle piccole donazioni, potete trovare il mio link PayPal nella descrizione del mio canale e potete trovare anche i link di collegamento al mio FruitLab account. Grazie.